選手たちがいいモチベーションで、うん、いいコンディションですごいコーチずらしてるから心も体も切り替え切り替えって感じで飲みますか。はい飲みます、はい、日本一をリゲインというテーマで、インタビューしていきたいと思います。岸田コーチ、伊賀投手、平野投手、よろしくお願いします。お願いします。はい、3連覇を果たした昨シーズンをちょっと振り返ってもらいたいと思うんですけども、岸田コーチ、はい、コーチがあの引退のセレモニーの時におっしゃった、はい、2019年、このチームは必ず強くなりますとおっしゃった通りの今結果になってますね。そうです、まあ、偶然にもね、まあ、息のいい選手が、ね、たくさん入ってたんで、しかもその時勝ってなかったんで、はい、まあ、強くはなっていくだろうなとは思ってました。コーチという立場で、はい、この3連覇どんな風に捉えられていますか。ね、最下位の時から一気に3連覇なん で本当にチームがガラッとこう変わってすごい勢いだなと思いますし、その要因は何だろう。要因は何なんでしょうね。でも まさに勝ってるってことはやっぱ選手たちが頑張ってる、選手たちがいいモチベーションで、うん、いいコンディションで毎試合を戦えてるっていうところがやっぱ一番なんじゃないですかね。そのいい選手ということで代表2人に来てください。伊賀さん、はいはい、3連覇、はい、この3連覇どんな風にプロ入って10年以上になりますけど、3連覇するような時が来るとは、はい、考え深いところあります。平野さんが、はい、日本球界に戻られてから、あれから3連覇ですね。まあ、それは別にたまたまだと思いますけど、あの平野さんからご覧になってて、この3連覇というのはどんなのか。一番初めて16年目やったんですかね、プロ。それまでほとんど最下位下位の B クラスだったんで、優勝できるのかなっていうか優勝したいなってずっと見てたんで、うん、テレビで優勝したチームを、なので本当嬉しかったですね。まあ、その3連覇の大きな要因としては投手王国なんていう表現よくされるんですが、岸田コーチ、はい、コーチなんて今のオリックスのチームのピッチャーの力ってどんなのか。すごくいいバランスだったんじゃないですかね。すごい力のある若い子で、このベテラン2人がしっかり引っ張っていきますし、見せるところも見せますし、真面目に練習取り組みますし、まあ、そういうところではすごいバランスのいい投手陣なんじゃないかなとは思いますね。伊賀さんはどんな感じですか。年齢的にもすごい若い子がスピードボール投げる子が多いんで、すごい魅力的なピッチャー多いのかなとは思いますね。平野さんどうでしょうか。伊賀さん言った通り、はい、もう能力高い子たちが多いんで、勢いでどんどんまだまだ行ってほしいなと思いますね。はい、でもその能力の高い若い選手たちのピッチャーたちが、やっぱりこの伊賀さん、平野さんがいらっしゃるんでっていうことをみんな口揃えて言うんですよ。まあ、それはただ単に言ってるだけで、僕らを機嫌よく言うてるだけだと思うし、間に合うけてないですけど、僕もまあまあ負けないように、はい、でももうすごい本当、ね、いい子たちばっかりなんで、はい、一緒にやってて楽しいですし。3人に共通するところは、やっぱりこう若い選手が慕われてるっていう点では、はい、そんなことはないと思いますけどね。かつてはね、この三角のチームメイトだったんですけど、今コーチという立場で接するとまた違うんじゃないですか。二人コーチみたいなもんなんでね、若い子たちからしたら年齢ももしかしたら息子ぐらい離れてるでもおかしくないような選手もいますんで、僕はこの二人に関しては見守ってるっていうだけですね。はい、日賀さん、はい、例えば下投手からコーチになる、付き合い方とか変わりました。それはもうもちろん変わってないでしょ。変わってないでしょ。敬語をちゃんと使い、当たり前でしょ。そうですね。あんま変わらないかなとは思うんですけど、はい、やりやすいようにいい環境を作っていただいてるって感じですね。平さんどうですか。逆に岸田さんがちょっと僕らからちょっと一歩置いて、なんかすごいコーチずらしてるから寂しいなと思いますけど、ね。はい、言い方がなずらっと。今の、まあ、若いピッチャーたくさんいるんですよ。コーチから見て期待されてるピッチャー、たくさんいますね。あ、そうです。これと言われたら難しいので差し控えてる。ね、日賀さんから見て後輩、この後輩がすごいぞ。いや、やっぱ俊平太とかすごい真面目で持ってるものはすごいんで、もっともっと活躍するんじゃないかなと思って見てますね。平野さんのクローザーを狙ってる後輩いると思いますか。もうみんな、うん、はい、全然狙えると思いますし、もう能力はみんな持ってるんで、うん、まあ、あとは慣れだと思います。バッター陣にもいい選手がたくさんいるチームですが、岸田さんがもし現役だったらこのチームで対戦したくない相手だと思います。まあ、現役だったら、まあ、もういないんですけど、正隆はやっぱり嫌でしたよね、対戦するのが。
怖かったでしょうね、想像すると。日笠さんいらっしゃいます。アダチ選手ですかね。はい、ファルばっかり打つんで嫌なバッターですね。球数多くなります。そうです、はい、日笠さんいらっしゃいます。まあ、対戦したくないっていうよりも、はい、森友哉が入ってきたので、西武と対戦するときに森友哉が抜けたっていうのは、うん、すごい僕は大きかったですけどね、去年1年間は、はい、一緒にやってやっぱいいバッターだなと思いますけど、ね。はい、お三方経験されている共通としては、このドルフィンに回って50試合以上投げたシーズンがあった。で、今は50試合投げるって相当すごいことなんでね。例えば岸田コーチなんかは陸上10年の中で50試合登板が5回あるんですよ。で、2011年のシーズンには68試合投げたシーズン、半分近いですよね。で、比嘉さんも2013年、2014年は50試合以上投げてますし、今3連覇を果たしているこの期間中も30試合以上ということで、で、吉久さんもこれすごいですね、50試合以上が9回あって、で、2011年はセットアッパーとして72試合で、アリゾナ・ディーバックスでも2014年は75試合、長いシーズンをたくさん投げるというところでも、まあ、シーズン乗り切ってたくさん投げる秘訣っていうのは何かあったんでしょうか、あるいはあるんでしょうか。まあ、やっぱり一番は体が元気なことだね、うん、疲れを残さず毎日を迎えれるっていうことが、まあ一番大事なんでしょうね。プラス、まあ結果出していかないと当然、まあ二軍に落とされたりとか全然なってきますので、その試合数も稼げないと思いますし、まずは怪我しないようにしっかりケアとコンディションを整えてというところが一番大事になると思います。とにかく毎日試合があるんで、心も体も切り替え切り替えって感じで、もちろん抑える時もあればやられる時もあるんで、うん、とにかくコンディション重視で、ね、っていうふうには考えてますね。平野さんも、はい、まあ、日本でもそうですし、環境の違うアメリカでもね、たくさん投げていただいたっていうところでは大変なご苦労があったと思うんですよ。自分の体を早く知って、怪我しない体っていうか疲れを取る体、今自分はこうだからこうした方がいいとか、そういうのは絶対自分の体を一番知ってないとわからないんで、はい、だそういうのもいかに早く自分に合ったコンディショニングを作るのかっていうのをこう構築していくっていうのが大事なとこだと思うし、それは意識してずっとやってます。現役の時とかコーチになってみると、はい、なんか健康面に違いが感じられる。まずやっぱり、はい、見てわかるように足がどんどん細くなっていってますね。体力的には落ちていってると思います。比嘉さんはもちろん現役なんだけど、その若い頃とか、ね、まあ、ベテランになってたというところで健康面が違いますか。少しずつ疲れが取りにくくなったりはしてます、はい。お酒の量はどうですか。変わんないですね、はい。皆さんいつまでも若いんですけど、その若い頃とか、まあ、今まで痛くなかったところが痛くなったり、回復が遅かったりとか、うんうん、そういうのはあるんで、どっちかっていうと昔はトレーニングもこうガンガンやってもいいかなと思ってたけど、最近はちょっとトレーニングやりすぎると余計疲れが出て試合に影響出るとかのも考えたら、ちょっと試合に集中してとかいうのも、やっぱこうまずまあさっき言った自分の体調を知ってっていうのでは、そういう風に変わってきているなと思いますね。疲れを感じる時があるんですけど、そんな時って記者コーチどんな風にその疲労から回復とやっていくのしますか。いやー、回復しないですねなかなか、はい、うん、栄養とって数分ぐらいしか浮かばないです。それしても回復しないです。対して平野さんどうですか。もう一緒で睡眠、食事だと思うんで、はい、はい、何か回復できるものがいいのがあれば教えてほしいなと思いますけどね。さあ本題に入っていきますが、という時に、ね、取っていただきたいのがこのリゲインのトリプルフォースということになってくるんですが、その疲労であるとか集中力の欠如を引き起こす要因の一つとして、糖化というものが聞いたこと終わりですか。初めて聞きました。違う意味やってました。糖化効果なくなるときは体の中で余った糖分とタンパク質が結びついて AGE という物質が生成されて、これによって疲れやすくなるんですよ。この AGE というのは通常年齢を伴って加齢を伴って、まあ、増加していきまして、生活、食生活の乱れや運動不足といった不適切な生活習慣だと、この AGE が急激に増えると言われている種のものですね。そんな疲労のメカニズムに着目して開発されたのが、このリゲインのトリプルフォースということになるんですね。
具体的な特徴としましては糖の代謝をサポートしています。糖と脂肪を体のエネルギーに変える動きをサポートしてくれるというこのリゲインのトリプルフォースということなんですね。疲労回復や疲労の予防、体の抵抗力や集中力の維持改善、加齢に伴う体の不調の改善や予防に効くと飲んでみて思われますか。はい、飲みます、はい、もう、はい、飲んでいただけますか。はい、いいことばっかりじゃないですか。ご家族の方、知人の方にちょっと進めてみたいと思われません。思います。ありがとうございます。思います。はい、良かった。リゲインのトリプルフォース、ぜひ始めていただきたい。はい、よろしくお願いします。いいことばっかり。トリプルフォース、トリプルフォース、トリプルフォース。開けていいですか。開けちゃいましたけど。真っ白。ああ、美味しそう。いや、美味しそう。絶対みんな、そんなロッカー置いてくれたらみんなめっちゃ飲みます。そうですね。ファンの皆さんにメッセージを参加から頂戴したいと思います。まずは下から紹介します。いつも応援ありがとうございます。今年もまた、選手、スタッフ一丸となりまして、リーグ優勝、日本一の方を目指して今選手たちまさにキャンプ中頑張ってますので、またシーズンも、みんなやってくれると思います。なのでまた今年も応援よろしくお願いします。ラトーシお願いします。はい、いつも応援ありがとうございます。昨年、リーグ3連覇しまして、みんなの目標を達成できたんですけど、まあ、日本一を逃してしまって、やっぱり悔しかったんで、今年まずはリーグ4連覇、リーグ優勝を目指して、でその先も目指してって形で、チーム一丸となって頑張りたいと思います。今年も応援よろしくお願いします。お願いします。はい、いつも応援ありがとうございます。3連覇しましたけど、日本一去年は取ることできなかったので、もう一度奪還できるように、チームみんなで頑張っていきます。また球場の方に足を運んで応援していただければ嬉しいと思います。応援よろしくお願いします。さて、チームが日本一奪還を目指して戦う中で、日本一をリゲイン、リゲインで取り戻すっていうんですよね。日本一をリゲインという合言葉をコンセプトに、ファンの方々に楽しんでいただけるイベントを今シーズン実施いたします。年間を通じた勝利後のイベントもありますし、3月31日開幕シリーズですねのゲームスポンサー、そして球団グッズのプレゼントイベントなど実施していただきますので、ぜひご期待くださいということですね。日本一をリゲイン。